戦闘エリアに侵入。どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はゲルググに乗っちゃうわ。これグフカスタムやグフカスタムに乗ってみました。500コスト戦ですね。はい、っていうのがあるってなんでね、乗ってみました。はい、使い方が全然よくわかんないんで、よいしょ。実弾特化できてますね。はいだ。来たー。きついきつい。来たー。全然動けねえや。アレックス。いい機体ですね、アレックス。なんか。うん。どうやってやってんだあれ。痛い死んでもた、まあ、めったに乗ることない機体なんでね、よくわからないんですけども、何がいいとこなんだろうこいつ。フラッカー来た。うん、このマシンガンいいですね。えいっ、あれ作っちゃった。さあ、地下。もうちょっと簡単に。よし。で。難しいですね。うん。まあ、なんつってもグフなんでね。横。なかなかいい勝負してますけどもね。色はね、なんかちょっとゴージャスな感じに塗ってみましょう。紫と黄色ですね。あ、死んじゃった。あ、クエスじゃないかこいつ。ギュネイか。なんか赤いから勝手にクエスかな思ってましたけどね。ふぅ、地下早い。アレックス早い。さすがニュータイプ専用機。いいよ。クラッカーを、うん、中継戦ができないんでね、クラッカー当てにくいですね。うん、この機体はあんまり相当戦向きじゃないな。えい、あー、ジャスが。3本、矢が3本。なんか最近こういうの多いな。よし、さあいい感じですね。味方ものとも申し訳ないとクラッカー初めて当たったんちゃうかな。10番、外した。うん、ヒントがなんか集まりやすいな。頑張って動いてる感じなんですけどね。狙われやすいと結構動きが制限されちゃいますね。あ、敵ね。まずい、危ねえ。よし、なんでマジでか。よし、いいぞ。厳しいな。49。あー、死んでしまった。あ、2人同時ぐらいに死んだね。これは厳しい。あー、この感じはちょっとダメそうですね。はい、うん、復活できるかな。
ジムスナさんね、うん、ちょっとしんどいんじゃないですかね。サイエンサンキングダムじゃちょっとしんどいかもしれないですね。はい、ということで負けてしまいました。最後死に方が良くなかったですね。はい、また頑張りましょう。あと一歩及びませんでした。ああ、最近全然勝ててないな。動画でも勝ててないですね。ガンダム、昨日のガンダムも負けましたね。うん。はい、総統戦でした。ガンダム WX のね、イベントが行われております。あと1枚でね完成なんでね、出てほしいもんですね。はい、チーム内では1位でしたが、まあまあ思うように動けなかったですね。はいはい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。